お忙しいところお集まりいただきまして大変ありがとうございます。東日本大震災から4ヶ月が経過をいたしました。私ども皆さん方にもご報告しておりましたように、カンパ活動あるいはボランティア活動等々に取り組んでまいっております。特にカンパにつきましては一旦集約をして、事務局長と私とで被災5県と申しますか、岩手、そして宮城、福島、千葉、茨城と義援金を6月末から7月初めにかけてそれぞれ県知事にお届けをさせていただきました。前回の中央執行委員会で確認をしましたので、皆さん方にはそのことはご報告を申し上げていると思いますけれども、それをまあお渡しということでやったということを一つご報告をしておきたいというふうに思います。加えましてボランティアの関係も、今日の中にも資料の中にもございますけれども、1日非延べ人数ということからすれば2万7千人弱でございまして、当面当初の予定である9月までは、相手の地方連合会と十分相談をしながら続けていこうということにしているところでございます。2つ目は6月末に政府与党が、難産の末というか、民主党ではかなりの議論がある中で社会保障税一体改革成案が閣議報告をされました。ご案内のとおり、そのまとめの原案は社会保障制度改革の集中検討会議で議論したものが叩き台となっているところでございます。個別にもう本日は申す必要はないし、申すこともしませんけれども、一つはこの成案を本当にどう実現していくのか、与野党協議も含めてどうしていくのかということの早い段階でのアクションが必要だということと、二つ目はいずれにしてもこの成案は2015年前後2010年代の半ばまでの社会保障と税の一体改革成案であって、もう2015年というのはもうすぐ来るわけでございまして、それ以降のまさに超高齢社会を迎える社会保障あるいは給付と負担の関係ということがどうあるべきかということを早急に議論を開始をしなければならないんではないかと、この2つが私が課題意識を持っていることでございます。ご質問あるでしょうから、もう先に3点目言っときますけれども、まずその政府の佐賀の原発に対する対応というのは、私はちぐはぐ感が極めて際立った対応と、現政権のコンセンサスやあるいはその議論をきちっとしているという姿が全く映らないまま、あのような状況になったことは極めて残念だというふうに思います。加えて昨日総理が記者会見をされました。正直言って私、記者会見そのものを中継でも何でも見てませんので、今日新聞でざっと記者会見の内容を読んだだけですけれども、あれほどの福島第一原発の事故があったわけですから、総理がおっしゃるような方向というのは、これはこれで一つの考え方の発露であろうというふうに受け止めます。ただこれが本当に党内でどれほど議論になったのか、議論をしたのか、あるいは閣内でどれほど議論をしたのかということについては、おそらくやられてないんではないかというふうに思います。加えて当然のことながらビジョンを示すことも重要ですけれども、それを具体化する道筋
あるいは方法論というものに対してほとんど触れておられないという状況の中ですから、まだまだその論議をした、あるいは検討をしたということでの政策ではないというふうに受け止めるべきではないかというふうに思います。これからのエネルギー政策は連合でも検討をしなければならないという段階ですので、私自身の試験も含めて言うことは避けますけれども、少なくとも短期あるいは中期長期という時間軸の中で3つか4つの要素、すなわち安定供給の問題、安全の問題、あるいはコスト経済の問題、それから環境面についての問題、これぐらいのことを深く議論をしていく必要があるのではないかということだけ申し上げておきたいと思います。以上でございます。先日厚労省の調査で、最低賃金で、1ヶ月の収入が生活保護の受給額を下回る県が9つあったということですが、それについてのご見解と、最低賃金の引き上げに関しては中小企業を中心に慎重な声を求める声が強いですが、それに対する配慮というのはどうお考えなのか教えてください。生活保護との関係は、戦略、前政権時代からそのことは一つ の指標となってあるわけですから、その差をどうやって縮めるかということは今まで通りやっていかなければならないというふうに思います。それから中小企業のこととか、あるいは地域とか経営側は、その今年だけではなくてね、いつもその最低賃金上げたら潰れる潰れるって言ってるわけですよ。正直言って今までもずっと、それは今年だけのことじゃないですよ。したがってそれはそれぞれ労使、厚労使の関係で徹底的に最後までお互いに主張はしようとして、接点はどこに見出せるのかということも含めて議論をやっていくということじゃないでしょうか。今の段階ではただ震災の影響等々で経営側の、あるいは使用者側の